ね。今から、はい、サウナに行きますが、はい、梅湯。梅湯ね。梅湯。梅湯に、うん。寒かったですね。寒いだと。寒いよ。これはええわ。ハルフさんの自主制作映画、これ。ハルフ、サスケや。見てらっしゃいます。いい景色です。そんなんいらんって、もう。すごい綺麗。日頃私のことどう思ってますか。何やそれ。何やそれ。何やそれ今の。それってさ、はい、その例えば打ち上げとか夜やったら分かるけどさ、はい、タクシーの中で、え、春さんの Vlog っすか。違います。春さんの思い出、何これ。津浦さんとあの二人、私のこのパートナーで、春さんの自主制作映画、これ。いや、違います。そうやったら全然いいです。言います。自主制作映画だとしたら、チームマネージャー春の一日とか、はい、だとしたらどんな感じで。よくやってくれてますよ、ね、やってくれてますね、はいはい、ほんまに走り回って、ね、走り回って、うん、言うて地元は広島やし、結構東京でずっと勤めてたから、大阪なんかほぼ一人ぼっちの状態でね、僕らのところにやってきてね、右も左も分からん、もうめっちゃちっちゃかったんですけど、確かにほんまに膝丈ぐらいの。そうだな。めっちゃちっちゃかったんけど。あの時はちっちゃかったけど。いろんなね、舞台を見せることによって、ちょっとずつ大きなって、はい。なるほど、そうそうそう。今はもう完全にね、僕らのなくてはならない存在として、はい、駆け回ってくれてます。二人にここまで大きくしてもらいました。はい。まあ、何やそれ。二人もなんか結構ちっちゃかったですね、初め。いや、僕らはもう何やったらもうちょっとでかかった。もうちょっとでかかったちょっとずつ上げたの。え、はい、春口さんに。あ、そういうことですか。そうそうそう、はい、これテレビでは流れないですよね、この流れますよ、これも。そんなわけない。これ何なの。そんなわけあるか。春口さんが異常に巨大に感じるんで、この確かに。こんな顔がブラックビスケッツさんみたいにして、そうやな復活みたいにして本当に。何してんのこれ。いや、ほんまになんなん今の、あの、春口さんの顔を、鏡として顔を決めるだけの、ピッ、なんか、自分の、なんか、一番美しい一どこかなんか探すだけの、アーシャの時間。うん、やっとまた。またやりましたね、今。アーシャ、なんか、最悪やってて、下向いて、ちょっと笑いながら、こう、ふって上向いて、その笑った顔が多分、なんか、間抜けやったから、パチパチ目やって、ピッて止まったところ、俺、見逃さなかった。動画やからな、これ。うん。バレるで、パチって写真やった、別に。あ、え、ハルさん、銭湯入るんですか。銭湯入らない予定にしてるんですけど。入るかもしれない、寒すぎて。寒すぎて。それめっちゃおもろい。知らんねんっていうな。お前のスッキリ知らんねんっていう。それめっちゃおもろい。一方、その頃、春口さん。私も私で整って。よかった。私も私で。何時間予定なんですか、風呂は。30分。1時間ぐらい。ゆっくり入っていただきます。ゆっくりや。全然、早く終わったらまたで大丈夫。うん、サウナの梅湯さんに着きました。はい、寒かったからね。はい、ちょっと、我々は舞台の前に、これ整えて非常に眠たい状態で舞台するっていうのを心で検索そうさせてもらってるんで、あ、じゃあサウナ行きましょう。サウナ、いいサウナ、はい、じゃあ春さん、はい、あ、これも入ろう。うわ、忘れてた。うわ、風呂嫌いやもんな。いや、俺風呂入らへんのも好きやん。編集やつ編集やつ、いや、俺めっちゃ疲れてまうね、ほんまに。まあ確かにね、顔が濡れると。そうそう、顔が、え、顔が濡れる、顔が濡れる。あ、こっちが、え、え、え、後ろ、え、柳瀬さんより上や、柳瀬さんより上、絶対ちゃう、柳瀬くんと俺。じゃあ原田はどこ行くんですか。僕はちょっと八百屋とか京野菜を見ようかな。京野菜、はい、じゃあ私は銭湯行きます。はい、みんなは
あ、もうついていきます。京野菜ね。はい。ほら、僕も行きましょうか。うまそうなフルーツもあったよ。高級なフルーツの見つけた。京野菜。京野菜。ちょうど。はい、はい、ここめっちゃうまそう。ただただシンプルに入るだけですもんね。カメラ回せないし。カメラ回せない。こっちはちゃんとロケしてなんか販売とかしてんじゃん、でも。いや、ほんまにフルーツ販売してるけど。あれ、セント入ってきたら。ほんま。あ、そうなんなんかちょっとちっちゃいグッズ買っといてや。ちっちゃいグッズ買っといてや。ちっちゃいグッズってないの？俺も欲しい、ちょっとなんかサウナのグッズは。入らへんけど、グッズ見て。これはすごい、なんか帽子とか。グッズは好きやもん。聞いてる？行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。風呂入るけどグッズは好きや。聞いてる？行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。よし。ほら、行きましょうか。行こう行こう。はい。どこにある？はい。なんか雑多な感じの。はい。はい、果物屋という屋さんで、はい、結構バッと置いてる、外にちょっと出てるような感じやってんけど、ベニマドンナっていうめっちゃ高級なオレンジとか、そんなもう平気で置いてて。ベニマドンナっていうオレンジ、そう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 。じゃあ、早さんラーメン食いたいこれ。えなんか、ぬくいもん。ぬくいもん食いたい。えあったんそうだ、サウナ行け。俺一人でベニマドンナ大好き。あったまりたんやったらさ。いやいや、なんかね、ちょっとまだご飯ちょっと食べたいし。ラーメン、まあ、そう。なんかラーメン見て。さっきのちょっと食べたいです。勢いついて腹もね。そうね。食いたいなと。でも持てるわ。あ、じゃあ、いい？じゃあ、それやったら、ガクトさんって炭水化物取らへんらしいけど、はい、誕生日の日だけ炭水化物取んでって、はい、その時に、はい、誕生日の時だけ食べに行くラーメン屋行くの。そうなの？あるある。しかもなんかこうそうなんやっていう結構古い感じのラーメン屋やねんけど、はい、長浜ラーメンで。あ、長浜ラーメン。そう、めっちゃうまいとこあるから。めっちゃうまそうや。そこ行こうか、ほんなら。よっしゃ。豚骨。よっしゃ、変わった。よっしゃ、よっしゃ。それは誰も行くや。その後行くんや。その後行くんや。タクシー乗ってラーメン食って、タクシー乗って。多分最後。やったよかった。ラーメン三好。ラーメン、え、どこ、何でしたっけ、ラーメン三好。三好。結構屋台っぽい雰囲気じゃん。めっちゃいいっすよ。ちゃんと屋根もあんねん。ちゃんと店内やんねんけど、はいはい、ちょっと、その、昔ながらの。めっちゃええやん。僕らがさっき来た道をまた戻っていってるという、イメージですね。そうね。なんで、すごいな、これ。うん、確かにね。けど、空気階段とさ、はい、あの、族の細道っていうのも祇園花月でやってて。はいはい、それも、そこ行くね、絶対に。あ、そうなんですか。うん。もうみんな大好きで。そう。モグラとか、塊がもうめっちゃうまいってさ、ハマって。うわ、めっちゃいいやん、じゃあ。めっちゃいい。割と今年、手袋いらずやったのに、今日は欲しいな。指先寒い。寒いっす。チャリのランクになったからさ、俺。ああ。だから、いらんくなってる。ずっとタクシー移動に変わったから。ええな。いやもう豪華キャプテンもそのうちタクシー移動で、ね、タクシー移動、うん、なるんちゃいます？もう M1 もね純潔いやならんよ、そんなかなかまだまだ。いやとんでもなくあれやな、でも優秀な3組になってきたな、ね、すごいっす、こんなことになるとは思ってませんでしたね。正直そうですよね、肉力が。そうやな。え、これ、うん、ここや。めっちゃいいっすやん、雰囲気すごい近かったっすね、しかも着いた。ここお前も。わあ、この辺いいっすね、この通りね。高瀬川。高瀬川の案内により。高瀬川。高瀬川。高瀬川。ああ、ありがとうございます。いいね、案内に。わ、いい雰囲気で。いいやん、風情ありやん。ね、風情ある。風情あっていいですね。確かに。お、見て見て。鳥が魚取ってるやん。お前。ほら。そんなシーンいない。なかなか。てか全然来おへん。ねえ。タグ捕まらんかったのかな。見て見て。うわあ。美味しそう。まだ普通のラーメンかな。そうですね。チャーシュー麺とかにしようかな。じゃあ僕普通のラーメン。僕ちょっとチャーシュー麺いきですか。いいよ。ありがとうございます。これどうしようかな。牛すじ。あ、牛すじった。そしてビンビルじゃん、油。油、ビンビル。油だ。おお。ありがとうございます。はいはい。ああ。この紙で撮ってるのが BS で放送されたから。はい。全然ライブしてないよ。
これあかんな、さっき遊んでもうたらもうちょっと後です、ね、あかんな、後やな、後ですね、多分美味しそう、最高、はい、いただきます、行きましょう、スープでしょ、とりあえず、うまい、うまい、すいません、いただきます、いいですか、うわ、うまっ、ね、クリーム、まろやか、あ、たさん、うん、あ、すいません、これね、ボトボトと落として、ボトボトと、え、下から麺引っ張ってきてもらって、挟んで食べる、え、どう、こう、もうサクサク状態だから、あかんやん、まあ、それしたら使ってもどんなに、うまい、ちょっと、おいしい、サクサクで大丈夫、回して何分だ、これ、食べ始めて7分、じゃあ、後編歌ってますもんね、じゃあ、聞けない、6分っていう話でした、はい、じゃあ、待って、あ、来た来た来た、何してたんですか、もう僕ら終わりました、父がめちゃくちゃ混み合ってます、混んでたんですか、はい、でも私も寒すぎて適正な判断ができなくてこんなことしますね、で、春口さん、これ最初、これはい、はい、あ、もう戻らず、戻らず、はい、ありがとうございます、これはナイス判断です、あ、これ、はい、すいません、これは素晴らしい判断です、ナイス判断です、はい、ありがとうございます、タクシーの中でちょっと暖を取れたんで正常な判断、よかったです、あ、来た、あ、いいです、あ、素敵素敵、あと食レポ行きましょう、ね、いただきます、はい、まずは普通に、はい、どうですか、細麺ですごく麺にあのスープが絡んでてすっごく美味しいです流れてるの、マネージャー流れてるの流れるんか、美味しいですか、はい、ありがとうございます、はい、食べてください、ありがとうございます、いただきます、はい、うん、美味しかったですか、ハルグスさんが遅れてやってきて、そう、あ、リスみたいに口の中食べてる今まだまだまだ、まあ、美味しすぎてまた後で食べようと思って食べて、でいちいち口に入れて食べてっていうこと全然急ぐ気配もないしタレント3人が外で待ってるって、もう寒い寒い言うてんのに、でも美味しかった、美味しかった、めっちゃ美味しい、いや嬉しい、どう、歩いて帰ります、楽屋物、もうFNサウナチームはもう離れて楽屋行って、はい、戻ったってことですか、はい、のんびりしてます、もう楽屋でのんびりしてんねん、もう楽屋もう着いたんすか、はい、楽屋戻ろうや、いや、やおややじゃあもうやおやどこにやん、やおやます美味しかった、美味しかったです、美味しかったっすね、はい、あれやってないでしょ、天かすのやつやってないでしょ、天かすのやつやってない、天かすのやつやらんと、景色やお前、そんなんいらんて、いい景色です、そんなんいらんて、もう早いすごい綺麗、ね、綺麗、サムネになる、これ、あ、いい、すごいいいサムネになってます、そうでしょ、はい、めっちゃ恥ずかしい、あ、まあ、サムすぎらしい、素晴らしい、恥ずかしい、今めっちゃ綺麗なお姉さんに写真お願いしますみたいな、はいはい、で言われたりね、撮ってありました、綺麗なね、むちゃくちゃ綺麗なお姉さん、お姉さんめっちゃ怒ってるやん嫉妬して回しません、が何が嫌なこの3人、違う違う、何で嫉妬する、自分がさあまりこう綺麗とか言われへんから、綺麗よ、ずっと綺麗よ、俺は一切目は合わなかった、俺は怖かった、でもだって何とも思ってなかった、俺らを待たすけどラーメンあとゆっくり食べてる、大丈夫ですか、食べて口拭いて食べてちょっとあ美味しいなみたいな、ちょっとニヤッとしてみて、一人で、ゆっくりゆっくり
ずるずるずる行くやったことある。ずっと食べて、スープ飲んで、マジで本気出したら、チャーシュー1分で、1分で食える。本気出したら、ね、麺結構軽いから、だって替え玉するような場所だから、ずるずるずるって食べて、終了いけんの。10分くらい出た。メンマがめっちゃ、メンマが、メンマが、ほんまにめっちゃ沈んでて、まあ、メンマが下に沈んでて、はい、で、あと、噛んでました。あ、いっぱい装着して、それ素晴らしいこと。素晴らしいことだよ。なんだそのカメラは。何だ今のカメラは。カメラステップ。何分からんねんけど全然。カメラステップ。カメラステップ何だよ。カメラステップ。じゃなくて。じゃなくてさ。そこ別にどうでもいい。靴がめっちゃ脱げそうで。靴？だから向いてなさすぎね服装が今日の。もう使えよ。やばいって。ちょっと貸して貸して貸して。足やばいけど足元が。靴が。向いてなさすぎね。びちょびちょやから。ルーズやしめっちゃなんか。どうぞ。いけます。靴下の中にこうグッと入れて。靴下の中にグッと入れて。靴下じゃないんですか。あ、そうか。こう上げて歩くとか。上げて。そう。こっちで、ここの上をこうくるくるするっていうか、ウエストの方をくるくるする。で、それ折れないんですか。折っても戻ってくるんですか。下で折るのは本当に意味がないから、ね、何十万あれはゴムないん、ゴム紙を止める2つ持ってないですか。ああ、1個だけ、1個だけか。原田さんない。え、俺ゴム。これでいいんやったらあれよ。これでいいんやったらね。こうめっちゃ噛んで、こうやったら、こうやったらあるかな。こうやったら歩いていいやん。言ったらある。大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫。わがままや。それでも、ね、それでもええからやったよ。そうだな。ビスケットブラザーズです。ええ、ビスケットブラザーズの原田です。スケベ電気。で、俺、山田でも顔さしてたよ。何やねん、なあ。スケベ電球さんですか。スケベ電球の原田さんやと思われたけど。言われてたね。あ、いや、あれ顔さしてない。スケベ電球の原田さんとして顔はさしてたけど。あれ、ノーカウントですよ、あれ。スケベな発想を光らして勝ち上がってきたタイプの芸人やと思う。失礼します。開演が不明です。お願いします。お願いします。やばい。あ、見たことあるっつって。見つけてください。あ、スケベ電球の。あのです。スケベ電球の。スケベ電球の。それってスケベそうやって思ってないよね。スケベ電球。スケベ電球何やぞ。賭けに出すぎやん。その人。スケベ電球。スケベ電球。お願いします。みんなが喜ぶような楽しいことを思いつくで、思いついた、ピカンピカンピカン、スケベ電球です。お願いします。あのね、はいはい、あの親が昔家事とか、はい、家のことやってるんですよ。理想の家庭なの。ちゃうかい、もうええわ。どうも。みかんがうまい。うまい。あ、みかんめっちゃうまい。みかん一番うまかった。
カメラもさ、マネージャーが回してくれるんですよ、うん、スマホ持って。ほんで、今日、昼雨降ったでしょ。うん、ほんで、一番なんか、ミスすタイプのズボン履いてて、僕を遅かったんだ。そうそう、京都中のミス全部吸いたいですよ。で、灰色やったのに、ここまで来なかった。全部吸い上げて、そこから吸い上げて、ここも吸い上げて。お疲れ様でした。くっついてますか、ね、大丈夫。お疲れ様でした。よいしょ。これ取れてんの？お疲れ様でした。あ、いや取れ、結構悪い。いや、取れへんで、これ言うたら。いや、し取れてないわ。なんか、カレーも食った後みたいになってる。な取れへん。皆さん、リクロックどうでしたか？いやー、最高でしたね。最高でしたね。盛り上がってやってんけどな。もう、おかしくな。なんかできなかったっすね。なんか服着替えてトークする予定やってんけど。おかしいな。ほんま。T シャツはまだ、あ、次から T シャツですね。T シャツ、はい、はい、T シャツ忘れた人がおるから。ほんま。誰？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 ほんまに誰？何ができんねんお前それ。ほんまに誰？金さんもでしょ。俺もですけど。金さん忘れた。金さんも忘れてますからね。遊べよもうちょっと。遊びたらね。笑いの遊び、笑いの遊びたら、え、誰誰誰誰誰誰遊んでるだけ、もうええわ、もうええわ。名産品、肉の名産とかあるじゃないですか。はい、あのオリーブ鶏とか、例えば香川やったら。広島は広島の肉って何？コーネ牛、コーネや、コーネや、コーネはでもめちゃくちゃ脂っこいっすよ。やばいっす、マジで丸っこい、いや、脂っこい、すっごい、そんなこうね、名産品、名産の食べ物入れて肉ロクっていうのがいいよくですか。確かに各土地土地の T シャツ作って、なんかよくないですか、香川のそういう、はい、やってみて。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お願いします。こっちの方がみんなびっくりするやろな。こんだけ米だけでいきます。肉とパン、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 肉とパ、綺麗に完食しました。楽しかった。美味しかったね。あのご飯も山盛りご飯食べました。完食。はい、余裕でね、いただきました。いい一日でしたね。はい、いい一日でした。お疲れ様いっぱい。よくついてこれましたね、我々に。はい、すごい。結構パワフルでしょ、正直。早、はい、いし、パワフルやし、はい。ああいうね、よかった。激動の一日を毎日、我々はね、はい、過ごしてるわけだ。はい。はい、じゃあ、いいな、帰りましょう。はい、帰りましょう。ありがとうございます。気味ないし。気味ないし、帰りましょう。今でも次やりたいこともね。次やりたいことも決まりました。今度ね、打ち上げでね、いろいろ話がありました。はい。ね。まあ、全国回って、いろいろしましょう。行きましょう。はい。はい。ありがとうございました。行くぞ。ありがとうございました。